メタルブラック、未来の地球を舞台にしたシューティングゲーム。水星軍の落下により荒廃し、時を同じくして正体不明の敵に蹂躙されてしまった地球を救うために奮闘するストーリー。ここでは書ききれないほどの重厚な設定とアフターストーリーが用意されているので、ガンダムなどの宇宙世紀物が好きな人にはぜひストーリーだけでも知っていただきたい作品です。シューティングゲームとしてはシンプルな作りで、パワーアップアイテムで派手な攻撃ができるようになるわけではなく、正面への攻撃とボムの代わりとなるビーム砲があるだけです。そのため難易度が高く、少し物足りなさを感じる部分もありますが、演出面において非常に関わった作りとなっているため、それだけでプレイする価値のある作品だと思います。ウォリアーブレード。意外と知ってる人が少ない。ラスタンサーガシリーズの第3弾で、今回はベルトスクロールになってます。ダライ・アスなどと同じく横3画面で構成され、馬や飛竜に乗って戦ったり、螺旋階段で塔を登っていく、下り坂を駆け下りるなど、幅広い画面をふんだんに使った演出が、プレイしていてとても楽しいです。比較的オーソドックスなゲーム内容なので単調になりやすいですが、仲間の魔法使いや武器が変化するなどいろいろ試して攻略できるのでやり込みがいがあります。魔法使いを蹴飛ばして魔法を出させるのは笑いました。ゲーム中のボイスやサウンドがとてもかっこよくて、ファンタジーの世界での冒険を盛り上げてくれます。タンクフォース。固定画面で戦車同士が戦うゲーム。アーケードのタンクバタリアン、ファミコンのバトルシティの続編となります。二人同時プレイができ、アイテムや新しい敵など、大幅に進化した作品となっています。このゲームの特徴は、ゲームの初心者でもわかりやすいシステムと、初心者にも優しいゲームバランスです。時期であるマイタンクを操作して敵兵器をすべて破壊すればクリアです。数面ごとにボスが登場するようになりました。ボスは個性的で、新型兵器の登場もあって前作までの単調さもなくなり、面を進めることが楽しくなっています。固定画面戦車シューティングの集大成と言える作品になりました。このゲームのクレジット音が関口博士の東京フレンドパーク2のハイパーホッケーコーナーでのパックがゴールに入った時の音に使用されていたそうです。
ナイツ・オブ・ザ・ラウンド。イギリスのアーサー王伝説の、円卓の騎士の名の通り、アーサー、ランスロット、そしてパーシバルの3名を操作して、イングランド支配を目論む、アーロン軍と戦うという、ベルトスクロールアクションです。プレイアブルキャラクターが、3人ということで気づかれると、思いますが、同社のゲームらしく、最大3人同時にプレイが可能です。バランスタイプのアーサー、スピードタイプのランスロット、パワータイプのパーシバルと、性能にも差がありますが、同キャラプレイはできません。基本的な操作は同社の、ファイナルファイトに近いのですが、大きな違いとしては、まず、ガードの存在です。向いている方向と逆に、キーを入れながら攻撃ボタンを押すことで前方からの敵の攻撃を弾くことが可能です。このガードを前提としたバランスのため、ガードを使いこなさずに力押しだと、かなり苦労することになるでしょう。プリルラ、一見するとメルヘンの雰囲気のオーソドックスなベルスクアクションゲーム。時間の流れを守っていた時計のネジを取り戻すために魔法の杖を使って進んでいくゲーム。シンプルな操作性とファンシーかつメルヘンの雰囲気はベルトスクロールアクションでは珍しく、初心者でもとっつきやすいかと思いきや、このゲームが本性を表すのはステージ3、古代妄想家の街に入った瞬間、度肝を抜かれるはず。なぜか実写の背景に飛び出してくる男性、 M 字開脚の女性の足、何でしょう、高熱の時に見る夢のような世界が広がっており、強烈なインパクトを残します。ステージ3だけでも動画を探してぜひ見てほしいです笑い。ちなみにステージ4以降も、鼻くそで攻撃してくる敵や、ミイラだらけの街など、世界観が独特の、いわゆるバカゲーです。ASO2 ラストガーディアン、 ASO の続編になる縦スクロールシューティングゲームです。プレイヤーは磁気 SID を操作して、破壊神フルバレンスグローマによる地球侵略を阻止するのが目的です。ゲーム内容はゼビウスタイプの縦スクロールシューティングで、対地対空を打ち分けるシステムです。全部で6エリアあって、特定の条件を満たすことで2周目に挑戦できます。ステージ内に出現するパーツを3つ揃えると、アーマーを装着することができます。レーザー、火炎放射、ショットガンなどの特殊攻撃が可能になります。開始時に2種類の操作パターンを選べます。初心者向けのミサイルとレーザーを同時に発射できるモードと、上級者向けの別々に発射できるモードがあります。本作はゲーム誌ゲーメストの
第5回ゲーメスト大賞でシューティング部門9位になりましたが、前作に比べると評判は芳しくなかったです。キャプテンコマンドファイナルファイトでベルトスクロールアクションのパイオニア的地位を築いたカプコンの同ジャンルで2作目となるのが本作で、舞台は前作と打って変わって SF 的な超未来となっています。一応武神竜の使い手となるショーがいるので、ファイナルファイトの遠い未来ということのようですが、タイトルのキャプテンコマンドはじめ天才赤ちゃんのフーバー、前述の忍者ショー、そして宇宙人のジェネティの4人のプレイアブルキャラクターから選択してゲームを進めていきますが、最大の特徴は4人同時プレイの実装でしょう。それ以外の点では雰囲気こそ差があれど、ファイナルファイトとの大きな差はありませんが、この4人同時プレイは非常に画期的でした。後に同社のバトルサーキットやダンジョンズ&ドラゴンズ等で同じシステムが入れられていますが、これがそのパイオニアと言えるでしょう。全ての夢を叶え